こんにちは。本日のお題です。えー、84歳の女性が、えー、高校の授業で一番苦労したこととはあのー、古文の授業で先生がいろいろ解説してくれてるのに、あの、もうすらすら読めちゃうことですよね。ね。こうまあわかんないですけど。ね、さよなら。